よーし、現在42連勝ですよ。久々だな、ここまで勝ち残るのマジで。まあ、これたびたび申し上げているんですけれども、43戦目から相手が使うポケモンがもうバチコリと強くなります。あの型がまずガチっていうのと、あと努力値配分がね、なんか最速個体が増えてきたりとか、あと普通になんかサンダースだから130族ですよね、まあ、素早さ実装値200で、うん、俺のゲンガーよりも速いのが出てきたりとか、一気にもうガッチガチになってくるんで、相手がここで難易度がもうググーンと上がってますんで、マジで見逃し厳禁、飛ばさずに見てほしい、マジで。あ、初手怪力ってこれどうする？ゲンガーに変えるか。相手のタイプ1格闘技をこれでかわしていく。おっと、大文字はまさかの、まさかの特殊型、しかもまあまあ火力あるしな。ん、ジムボルト。あー、特殊怪力これいることは知ってたけど、基本的に警戒はしないよな。あー、耐えられる、倒せるかな。これギガドレインの回復スピードじゃ間に合わないな。ジムボルト、倒せ倒せ倒せ。これで倒すともう一体道連れで持っていけるから、アドがでかいよ。頼む、ダメだ。冷凍パンチも覚えてる。冷凍パンチはパンチですが、特殊技です。氷技なので、当時はね。メタグロスな。あー、ちょっと嫌な流れ。地震。え、だからなんで先生の爪発動すんの、ピンポイントで。くっそー、最速グロスの上を取ってくる先生の爪怪力。お前爪切れ、マジで。お前格闘家だろ、爪伸ばしてると危ないぞ。うん、おっと、しかもおー、だいぶ、でもこれ大爆発するしかないじゃん、もう。大爆発。先生の爪は特殊型怪力、お前引っかき回してくれやがって。怪力オーダーいるときたらラスイチなんだ。おい、リザード。うわー、この差しの対決やだ。タイプ相性に委ねる形になりますね。あー、頼む。だー、まだわからん。オーバーヒート。急所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 来た。おい、俺のリザードンが弱いってさ、なんかたまたまコメントで来るんだけど、このワンシーンを見てもまだ言うか。ステータスやタイプ相性じゃね、ポケモンの強さは測れないですよ。ここぞというもう大一番で技を命中させて90になってるこの運命力。これステータスには乗ってない。うん。なぜなら、俺とリザードンのこの愛の絆の力があってこそ織りなせる技だからね。理屈じゃねえんだよ、ポケモンバトルは。地震。炎のパンチが入ってくる。そうそう。やけどになるなよ。やけどになるなよ。よし。はあ、エレボ早いな。よし。まずは一体。あっつ。こらえる。オーバーヒーでお願いします。オーバーヒー OK。 オーバーヒーは火炎放射や大文字と違ってやけどリスクがないので、ここでもう安定して確実にこらえるカムラの実を発動して、もう素早さ逆転を、うん、もう確実に決めることができます。これによって次のターン、
まあ、大爆発はちょっともったいないな。弦が、あの、耐久高くないんで、自信。よーし。まあ、これで落ちるでしょうね。はい、OK。素早さ実数値、201です。ベタグロス。201、そう。そしてここで素早さ実数値200と思われる3打差が出てくると。大爆発。はい。OK。デイブさん対戦ありがとうございました。やっぱりメタグロスはね、こらえる最速こらえるカメラが強い。この絵で多分使ってるの俺だけだけど、あの靴ひも型グロス、みんなも使ってくださいね。素早さ、最速だと素早さ実数値134なんですよ。134が1段階上がって201で、130速プラス1ってこれ運命でしょ。うん。さあ玄関に変えましょう。なるべく運要素は減らしたいからね。火炎放射が原画を襲う。はい、小さなダメージ。冷凍パンチ。相手の配分によっては耐えられるが。はい、一撃 OK。またお前か。まあ、しゃあないな。道連れ。来いよ。10万ボルト。タイプ1、10万ボルトが銀河を襲うか。はい。はい、ラス1っすね。メタグロス。爆発覚えてるグロスを先に出します。ラス1、あ、ドンファン、ドンファン怖すぎ。タイプ1、しかもこれ先生の強まってるもんね。大爆発。よし、当たれ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 。光の粉じゃないだろ。よし、 OK。 このドンファン多分先生の強まってるんで、タイプ1自身からの先生の強い岩のだれとか普通にありますからね。そんなバカなと思うようなことが平気で連発するのがもうバトルタワーなんで、リスクヘッジマジ大事。うん。勝つ立ち回りではなく負けない立ち回りが大事。カイパンイエローの海兵さん、ギャラドスか。まあもちろんゲンガーに変えますが、相手がここで竜の舞を積んできてゲンガー上を取られるとちょっとと雲行きが怪しいか。竜の舞、さあ素早さが逆転でしょうか。10万ボルト、俺の方が早いってことは、もしかしたら耐久にバチコリ振られてるところに耐えられるんだよね。あ、 OK、 いいね。ギャラドス特防耐久半端ないからね。またお前か。苦手なんだよなお前。だがまず10万でしょう。まあでもここで道連れ連打の方が安定なのかな。シャドーボールが原画を襲うが、急所に当たらなければ耐えられます。え、マジか。ちょ、やばいぞ。メタグロス、マジか。これあれだよね、こだわりハチマキですよね。コメットパンチ、はい、当たる。あー、危ねえ。危なすぎマジ。しかも攻撃が上がる。相手ラス1、うえ、攻撃上がってるんで、コメントパンチ。おっと、うおっ、あぶねえ。こいつちょっと危ないから、大爆発で、大爆発。当たれよ、絶対に当たれよ。あ、
まさかトドデルが絶対レード打ってくるとはな。危なかった。今絶対レード打たれてたらリザードンじゃ熱い脂肪を届けるか絶対倒せないからな。ぶねー。ふぅ。5人目。47戦目ですね。またカイパンエロがや。ゴージンくん。おっと、水タイプではないポケモン。まあコメットパンチでまずはいたぶっていきましょう。顔面にパンチを入れていく。うん？おっとメガトンキック、足蹴りにされていく。地震じゃ落ちない。臭いな。コメットパンチ、はい、やったら OK。 ふう、最初の一体に打ち勝つともう一気になんかイージームードありますよね。あって言ってたら苦手なポケモン来た。って言ってたら苦手なの来たよ。3体目が、3体目がちょっと気になるな。いや影分身型だったら嫌だからもう爆発しとくか。大爆発 OK。 当たれよ。よし、ルンパッパね、影分身積んでくるやつがいるんだよな。普通に特攻アタッカーもいるけど、最後の一匹がハピナスとかツボツボじゃないことを願うばかり。グロス担当だからね、今言った2匹は。あ、スターミー、またお前か。まあ、道連れ連打安定ですよね。道連れ。よし。怪しい光とか打ってくんなよ。最高記念室がゲンガーを襲う。たまらずダウンです。オッケー。カイパンエロのゴージンくん対戦ありがとうございました。6人目。48戦目ですね。キャンプファイの近蔵くん。あー、これあれだな、さっきも、あ、ちょっと待って、これあれだな、リザードンに変えないとこらえるカムラじゃ神速でね事故ることがある。オーバーヒートが当たってしまう。え、うん、白いハーブ持ってんだろうな、どうせだよな。地震、イエローゾーンは入ってほしいけど、入った。もうこの神砕くの次の神速でこれリザードンやばいな。あ、ちょっと微妙。頼む。よし。神速なんで打ってこなかったんだろう。覚えてないのかな。それとも倒しきれないと踏んだのか。ビクシーか。あ、でもこれ特性モーカが発動してますね、リザード。モーカオーバーヒート。だからなんで外すの、いいとこで。冷凍ビームってこれ落ちちゃうじゃん。もったいねえな、せっかくのオーバーヒーが。モーカオーバーヒーを外すな。あれ特防高いからな。多分火炎放射とか覚えてんだろうな、特殊型だから。うわ、今のオーバーヒー外したの、いてー。コメットパンチが当たる。あー、さっきのオーバーヒー当たってたらピクシー一撃で焼けたのに。勝って、いやー、やけどになんのよマジで。当てろよマジで。さっきオーバーヒー外したんだからこれ当てろよ。コメットパンチ、よし。はあ、危ねえ危ねえ。急所、無駄急所、相手ラスイッチ。急
球根か。ちょっと待って。こうゲンガーに変えて、道連れっていう手があるか。あえて多分殴ってくるもんね。これこらえる。でもあえて電光石火だかなんか覚えてそうだよな。ゲンガーに変えます。道連れでラスイチを道連れにしていく作戦。大文字耐えられるだろ。これ耐えられるんですよ、九州に当たらなければ。耐えられます。はい、おっと、やけどだが大丈夫。ラムの実、これ相手先生の爪とかじゃないだろうな。道連れ、よし。あとはもう道連れ連打で勝てる。アイアンテール覚えてんだ。ブーバーといい、キューコンといい、炎タイプのポケモン、アイアンテール覚える率高い。てか、尻尾生えてたら覚えるのか。炎技が効きづらい、岩タイプに対する打点っていう解釈でいいのかな、アイアンテールは。7人目、49戦目ですね。7人目は強いよ。毎回言ってるけど、7人目、もう、ず抜けてるんで、強さが。エリートトレーナーのリョウガさん。うわぁ。やばすぎ。まあ、ここ、リザードンに変えてオーバーヒーを打ち込むっていう戦術もあるんですけど、相手がね、先制の爪、岩なだれとかはね、平気な顔して打ってくるんで、スペースはこっちの方が高いです。僕最速なんで、自信。え？これあれですね、先制の爪ですね。先制の爪自身を食らってしまっていく。しかもこれギリギリあれだな。発動してねえな、これ。ここで相手がコメットパンチを打ってくること平気でありそうだな。ゲンガーに変えるの得策ではない。リザードンに変えてもオバヒを外すリスクがある。先制の爪発動は 20% か。じゃあこれ地震でいいだろう。地震、よし。2ターン目に先制の爪発動されるよりはマシでしたね。2体目。メタグロスの次はケッキング、イカチー。これ相手が相手スペースを振ってるかもしんねえから。こらえる。で、瓦割りで割られていく。ここで素早さが1段階上がります。コメットパンチ。このターン相手は怠けているので動けません。お、攻撃が上がる。で、怠けていて動けない。で、これさあ、キッキングどうするよ。おい、瓦割りで笑われていくが効かない。コメントマッチ当たる。攻撃が1段階上がっているが倒せるかは怪しい。まあ、念には念をでいきましょう。こらえる。念にはね、まあスペース1段階上がってるんで確実にこっちが早いんですけど、こう見えて僕心配性なんで。実心、よーし。やっぱりメタグラスはコラエルが強いわ。コラエル、カムラ、メタグラスは強い。もうみんな使って、もうちょっと流行らせてほしい。本当に第3世代ではコラエルグロス強いぞって。しかもこれ素早さ1段階上がってるんで、大爆発。はい、オッケー。49人目のエリートトレーナーを
メタグロス一体で完封勝ちしていく。リョウガさん対戦ありがとうございました。いいね、マジ調子いい。やここまで勝ち残るとマジ久々。次回も見逃し元気。おっと、これから何を勝ち抜くために何とも僕に記念リボンが送られますので頑張ってくださいね。ずっとこの3体で戦ってるので、すべてすでに記念リボンは勝ち取っております。49連勝。よし、ご視聴ありがとうございました。